花水木の解説をしてきます。この本をみんな持ってるという前提でいきます。チューニングはダブルドロップ D の、ニカポですね。で今レギュラーチューニング、から、6弦を、まあ、ニカポなんで E まで落として、で1弦も E まで落とします。でこれで終わりじゃないですね。このね、6弦と1弦を落とすとですね、他の弦も狂ってくるんで、普通まあ緩まったってことでいくと高くなるんですけど、あともともと低めに設定されたのかな、これはそうでもないです。特に2弦が結構高くなりますんで、1弦下げると2弦が上がりますから、全部チューニングし直してください。で、前奏ですね。まず、まあ、ダブルドロップ D なんで、D から始まって、コードが D なんで、これが D ポジションですね。でこれ最初は、この6弦と3、2、1弦だけでもいいし、カッコつけてこれでもいいですけども、まあ弾きやすい方ですね。ここまでですね。7フレットから7フレット小指で、で、2フレットは制覇ですね。で人差し指の根元でやります。なんでかというと、この3弦の、2フレットを弾くんで、この時にまあこう1、2、3弦だけ押さえてもいいんですけど、その次がですね、その次が B マイナーのポジションで、人差し指がやっぱり2フレットの 5弦の2フレットに行くんで、最初から最初の押さえる必要がないんですけど、常にここに戻す、5弦の2フレットのところに人差し指が戻るようにですね、癖つけといた方がいいんです。これはハンマリングですね。シャープマイナーオン C シャープですね。 B マイナー A G F シャープマイナー D 今度は A ですね。で D に戻ります。ここビブラートかけるとかっこいいですね。ここまで前奏。ポイントはこのここのチッチー、これは遅れないように弾かなきゃいけないんですけど、あんまり意識すぎてこう早まらないようにゆっくりめに、最初からゆっくりめに弾けばいいですね。最初 D、
643弦をこう弾きますんで、最初 D からこの F シャープマイナー音 C シャープに行くときに6弦ミュートしないと、6弦が音が残っちゃうんで、この中指でねミュートするといいですよ。ですね、3弦の4フレットから2弦の3フレットに弾いて、このあと薬指をですね4弦にポジションを移さないとコードがおかしくなるんで、ここだけ気をつけてください。切らないと混ざるんで、今混ざりましたよね。これをねうまく切らないとダメなんですよ。何で切るかというと、1弦を右手でミュートします。この6弦の4フレットを弾くときに薬指で押さえてます。まあやりやすいようにミュートすればいいんですけど、ミュートした方がかっこいいです。松井さんはこうやってミュートをしながら人差し指と親指でこうやって弾いてるんですけど、まあ別に人差し指で弾く必要ないんで親指だけでもいいです。まあやりやすいように。ミュートを別に、まあ松井さんのアレンジなんで別にミュートしたくなかったらですね、しなくてもいいと。までは別に普通で、ここも簡単ですね。この次が、結構ねこれ出なかったりしますよね、よくね。で、まあこの A の時はこれでもいいし、これでもいいし、まあ、好きなように。ここはですね、いろんな。まあ、コピーしてる人の指見ると松井さんはこれが正しいですね。この5弦の4フレットのこの C シャープを押さえるときは中指が正解です。違う指で押さえてる人が結構いるんですけど、なんかね人差し指、人差し指で押さえるとね、音が切れます。
指、うん、ベース音を離さないでいくためにはどうしてもこの、小指で1、2弦押さえて、薬指と人差し指で1弦の3フレット、あ、4フレ、3フレをでずらさないと、これが一番スムーズですね。中井、松井さんもそうやってます。ここも、ここはですね、松井さんは小指で1、2弦押さえてる。で、さらにビブラートもこれでかけてんだけど、これね、1、2弦両方小指で押さえてビブラートってね、できないです。私はできないです。だから私は 1,2 弦をとりあえず小指と薬指で押さえてビブラートかけてます。ここです。だからこの小指と薬指でバラバラで押さえた方がビブラートかかりやすいんで、松井さんよりうまくここはかかってると思います。できれば全部できたようなもんですね、この曲はね。中指と薬指でこうやれって書いてあるんですけど、私はですね、なんかこれうまくいかなくて、基本中指1本でこうここの肉に引っ掛けてこう弾いてます。なんか結構いい音が出てると思います。結構カキンっていう高音が出たりします。で最初はですね、私もよく分かってなかったから結構ね強く叩いてたんですけど、そのうちですね、そんなに強く叩く必要がないっていうのが分かってですね、最初強く叩いてた時はこの爪のここがすっげえ削れてたんですけど、最近はなるべく爪の先っぽの方で軽くやるようにしてるんで、爪の先っぽは削れるんですけど、このここのまあ線面でのこっちの方はそんなに削れないですね。
まあ、ここのカポ2から数えて0、ここを0とすると、あの14フレットのところですね、ここのポジションマークの10、ポジションマークでこれ12フレット、14、あ、15、16でマイナス2で14フレット、うまく、これもですね、あんまりぶったたくっていうよりですね、あのコツはですね、早く離す、軽くていいから早く離すといい音が鳴るっていうのが最近分かりました。あの結構ぶったたいてもですね、そのままあんまり離さないとですね、離すのが遅いとですね、なりません。結構軽くこう叩くだけでうまくなります。確か この本には書いてないんですけど、よく松井さんが弾いてるバージョンだと、まあ間奏、短い間奏を入れるんですけど、これ G ですね。あのここはね、なんかこう弾き方がいろいろあるんで、人それぞれですね。まあコードでいくと G、F シャープマイナー、これ E マイナー、まあ7ですね、E マイナー。1弦まで鳴らすと7ですね。これもまあ最初に説明しておけばよかったですけど、人差し指とか中指で4、5、6弦の2フレットを押さえて、で、まあ、3弦からはちゃんと開放弦が鳴るようにこうクイッてクイッて、まあ、こっち中指で見せるクイッてこうやらないと他の指が自由にならないんで、ぜひですね、これはちゃんとやってください。もう変則 G チューニングのこの A マイナーは結構厳しい人がいるかもしれないです。これのならできると思います。なるべくこうちゃんと4弦の2フレットが鳴るところと3弦がちゃんと開放弦が鳴るっていうところをこう見つけて癖にするようにしてくださいね。しょっちゅう使いますからね。F シャープマイナーのさっきからこれ押さえてるんですけど、 F シャープマイナーってまあこれでいいんですけど、人差し指の制覇は 1,2,3 弦だけで、で 4,5,6 は薬指の制覇、まあ、これできなかったら別にもう5弦はミュートでいいんで、4弦と6弦を小指と薬指で押さえて5弦ミュートでもいいから、これでもあんまり変わんないと思うんで、これでもいいんですけど、なるべくまあ人それぞれですけど、人差し指はですね全部制覇しちゃった方が次の E マイナーにの時にこう指を動かさなくて済むんで、この方がスムーズですね、聞いてて。こうよりですね、はい、A ですね、刺す方かなとかね、とかなんか弾く時によって松井さんもなんか書いてる感じですけど、最近はどうだったかな、こうだったかな、忘れちゃった。
で、あとは静かな A メロですね。これはまあ、弾いてない弦をですね、ミュートするのが大事です、この静かな時。この6弦ミュート。で、このベース音は変えても、2弦の3フレットの、まあ、レの音はですね、伸ばす。残るとですね、高音の方が残ると耳障りになります。ね、低音から移るときはね、そんなに耳障りにならないんですけど、残っちゃっててもまあ最悪いいんですけど、高音の音が残るとメロディーラインが消えちゃうんで、そこだけ注意ですね。ここは低音からいくから、別にここだけすぐミュートしなくても大丈夫です。ここだけ練習してもいいかもしれない。これだと残ってる。パッションセクションになりますけども、この手のひらでこれやってダブルストローク、これ結構簡単だと思います。で、ここもですね、メロディーラインがない、こっちのなんつうの、これ、まあ、なんつうのか忘れたけど、このは全く一緒です。特に工夫するところはないですね。全くこのアルペジオの時と同じ左手でいいんで、これはもうだから意識しなくてもこう弾けるように手癖をつけておいてもらって、ね、見なくても弾けるように。パーカッションのこっちの右手の方を、注力できるようにしといてもらえる。ここってメロディライン鳴らさなきゃいけないんで、うまくこの人差し指でこの 1,2 弦あたりを叩かないとならないんですけど、これ最初できないんで、こっちじゃなくてね、もうこれでやっちゃった方がいいですね。ここの最後のこれも、これだと音が鳴らないんで、もうこうやって弾いちゃっても分かんないと思います、聞いてる人は。
小説はもう全部このダウンでいい、いいかもしれないです。ではないですけど、うちでやっちゃった方が、せっかく最後の音なんでこれ、鳴らないようになった方がいいと思うんで。このね、パーカッションから戻った時にね、ちょっとねこれ忘れちゃうんですよこれ結構。難しいように見えて結構簡単です、ね、なるべく左手は手癖で覚えてもらった方がいいと思います。でネイルアタックもですね、なんか直近で見た松井さんのやつだとちゃんとネイルアタックになってなくてなんかこうなっちゃうんですね。人差し指で基本やってますね、単音の時は。これも結構爪の伸び具合によってですね、人差し指と中指で音の鳴りが違ったりするんで、まあ薬指もそうなんだけど、それを単音の静かな時はですね、あんまり違和感を出さないために。人差し指で基本弾いてたんですけど、今度はこれでこの3本全部使ってる時と、やっぱ音の強弱もそうだし、こう爪の伸び方とか切ってすぐとかだとこう結構音質が違うんで、気になるであれば人差し指でだけで弾くとか中指だけで弾くとか、まあ、それ好みですけども、それも練習した方が急に1本だけ爪割れちゃったりとかですね、まあ、爪がまあ、ちょっとかけて爪切った後の切りたての音だとですね、やっぱ切ってしばらく経った爪と切りたての爪でちょっと違うったりするんで、音色がどれか1本で弾く練習もしといた方がいいかもしれないですね。でこう3個以上ですね、ベース音と足して3個以上弾くときは他の音が混ざってるんであんまり分かんないんですけど、単音とかベース音とかと加えて 2個の音とかだと結構目立つんで1本で弾いた方がいいですね。ということで、もう一回弾いてみますか。今は結構
弦の3フレットと伸ばした時に1弦もの開放弦と同じ音なんで、まあ、ちょっと音ずれてると気持ち悪いかもしれないけど、ね、アルペジオの音が増えるという。まあ、一番だけでいいと思うんで、まず最初はね。で、ネイルアタックもできなければやんなくていいですか。弾けないより全然ネイルアタックできなくても弾けた方がかっこいいと思うんで、あとはベース音とメロディー以外はですね、まあ楽譜には書いてあるんですけど、どれ弾いてもコード構成にある音だったらですね、あんまり楽譜を見なくて楽譜通りに弾かなくても問題ないです。多分ね、松井さんもですね、あんま意識して弾いてないと思いますね。まあ、手癖になってるから、だいたいライブでは同じとこ弾いてると思うんですけど、この本と全く同じに弾いてるかって言ったら弾いてないと思うんで、特にベース音とメロディーがしっかりしてることが大事ですね。ということなんで、ちょっと長くなりましたが、花水木の解説はこのぐらいで、はい。